はい、おたんこなさん、週一のペースで釣りに行くように努力しているのですが、サラリーマンのため平日の夜にしか釣り場に行きません。多摩川などでシーバスやライトゲームをやっているのですが、全然釣れないし当たりもありません。村岡さんやいろんな方の動画を見てイメージトレーニングはしているのですが、ダメダメです。センスがないのでしょうか。まあそうですね。まあセンスの良し悪しもあるけど、でも平日の夜に釣り行けるなら、多摩川だったら結構釣れるようにはなれると思います。だからまだ知識と経験が足りないんだと思います。センスがあるないは、知識と経験を積んでった先に、最後絶対的に、あ、こいつには全然かなわないみたいな瞬間ってあるんですけど、そこでの話なんで、まだ多分知識と経験がないから釣れないんです。で、まあ、こういう関連動画っていっぱいあるじゃないですか、釣るための。そういうのをいっぱい見てもいいし、まあ、この人についてこうみたいな感じで、とある誰かのプロにの言ってることを全部、最初は盲目的に信じてやってみて、で、こう、フィールドごとに多少汎用性というか、応用しないと、合わないんですね。だから、やってるうちに、その、最初は、こう、この人の言ってること全部信じてやるんだけど、多分これぐらいずらしていた方がここにはいいんじゃないかっていう感じで合わせていく。けば、はい、シーバスもそうだし、ライトゲーム、チヌなんかもね、玉がいっぱいいますから楽しめると思います。うん。で、まあやっぱりちゃんと、結構ね、まあ、最近自分がやってないんで言わないんですけど、自分が東京シーバスネットってブログを、まあ、釣り行ったら基本的にはほとんど書くようにしてた頃は、やっぱり書くことが一番こう、要はアウトプットが一番頭に入るんですよね。だから、ある超高機で、今日は潮位の組み立てがすごいミスってしまったみたいな話で、本当はこうやるべきだったって書くと、やっぱ次に行くときに忘れなかったりするんで、まあ、そういう感じで、はい、やってみたらいいと思います。ちなみに村岡さん、センスがあるんですか？あ、センス。うん。あるね。ないって言った方が好感度高いかもしれないけど、自分はね、あるタイプだったかなと思います。ある人とない人はもう一目見たら人の一目でわかる。で、その深瀬釣りとか川のね、電球機の流し釣りとか、センスって何かって言ったら時空の把握能力なの。時空っていうのは時間的概念で空間を把握できる能力。わかりやすく言うと、サッカーのスルーパス、メッシがここでボール持ってて、敵のディフェンダーがさ、こういるわけじゃん、こうやって囲んで、でここに味方がさ、一人が走り出すわけだよね。こうとメッシはここに打ち出すじゃん、ボールを。打った瞬間何が起きたかと思うけど、その数秒後にこの敵を追い抜いたこの人がさ、ここでボールを取るわけじゃん。これがサッカーのスルーパスでしょ。これがセンスのあるなしで言えば、メッシが顔を上げて足を振り上げた瞬間に鳥肌が立つ人はセンスがすごいある人で、次にセンスがある人は、だからセンスってあるなしじゃなくて100から0みたいな話で、それが100ぐらいの人かな、イメージ。で、例えば80ぐらいの人はボールが打ち出された瞬間にゾワッとくる人で、その後起こる何かでが見えるからゾクッとするわけじゃない。で、逆にセンスがない人は味方が取った時でね、おおみたいな。取ったっていうか、取れるかでおおじゃなくて、そういうことがあるみたいな。それない人だと思うんだけど、まあ、そこの差がセンスかなって。で、野球でもホームランでバッターが打ってカーンって、ね、ホームラン、まあ打った瞬間大歓声が湧くじゃない。で、本当にセンスある人は多分バットが当たるほんのコンマ何秒か前に分かる人だと思うの。その辺のね、時空的な把握能力がある人は。で、打ち出したスピードとか角度とかで、あ、これはホームランだってもう分かってわーっていう人と、それからまあ、とりあえずフライになったからわーって言ってる人と、でもスタンド入ってからわーっていう人いっぱいいるじゃない。で、その全部で、まあ、センスってのも100ゼロ、時空把握能力も100ゼロなんで、人によってゼロの人もいれば100の人もいたりで、
まあ大多数は20から80ぐらいの間にね分布するんだと思うんだけど、やっぱねある人の方が得意なんだと思うんだよね。なんかね時空的な、まあその野球でもサッカーでもめっちゃ盛り上がるシーンじゃん。そので人間ってね時空把握能力のとんでもないレベルを見せつけられるのがすごい好きなの。それはね俺たちが時空把握能力センス抜群だった人たちの子孫だからな。なんでかっていうと、まあ人間がこういうね電話一本でウーバーイーツが飯持ってくる、それこの数年の話だけど、人間が普通にね食料をこうストックして食べられるようになったのってほんの1000年ぐらいの話で、3000年前とか5000年前は人類はさ何万年も飢えと戦いながら、ほら穴とか、まあ、ちょっとした住居みたいな縦穴式住居なのかな、なんか作って生活してたじゃない。でそういう中でもう当時断然モテる男性っていうのは獲物を取ってくる能力が高い人だったと思うの。何万年もそうだったと思うの、お金もない時代に。だから今は稼ぎがいいとか、まあ、昔もイケメンは持てたかもしれないけど、イケメンでもね獲物ゼロだったら持てなかったと思うんだよね。でその獲物を取ってくる人がうまいっていう人の一番の能力がこの時空把握能力だと思ってて、で要は逃げるウサギとかイノシシにさ石投げたり弓を撃つわけじゃん。でその時にセンスゼロの人って今いるウサギの位置に撃つんだよね。そうね、1秒後にはウサギはそこにいないから当たらないじゃない。で真ん中ぐらいセンスある人は距離 20m ぐらいだったら 1.5 秒後ぐらいのウサギの位置はある程度想像できるから、そこに向かって撃つじゃない。そうするとうまくいくと当たるじゃない。でそれでも多分アドレナリンバーって出てただろうし当時ね。でいわゆるセンス100の人は旗から見るとそんなとこ撃ってって一瞬思うぐらいの位置に撃つんだよね。多分 100m 下の崖下逃げるイノシシの遥か先に向かって撃ったら、まあ、映画みたいな世界だけど、でもそれがさ 4,5 秒後に当たったりするわけだ。それ見た時にすげえなってなったし、多分その能力が高い人が生き残ってきた時代の、その能力が高い人がモテたし生き残って子孫を残してきた俺たちは末裔なんで、多分サッカーのスルーパスを見るとめっちゃ興奮するのはそういうことなんだと思う。しかもそのメッシとかイニエスタとかがやるさ 5,6 秒後の、彼らはもうとっくに描いてる世界だけど普通の人はついていけないわけじゃん。だけどそれがそういうことだったのかっていう、それを描ききってたことにか、あのプロがね描ききたことがすごいわけで。で釣りがなんで楽しいかって言ったら、釣りの一番の楽しさもそこで、釣りはさらにね水中っていうブラインド、人間にとっては見えない世界で、ここに仕掛けを落として磯を吹かせとかね、電球機の流し釣りも仕掛けがこれぐらい沈んでこう流れてっていったところに、ここに根があって魚がここにいて顔の前にきっと俺の手長指が流れてくるに違いないって想像するわけだよね。でそれで浮きで見てて、そろそろだな、どうなってんのかなって頃、うわーって沈んでいくんだよこう。その時のゾワっていうのは多分ねスルーパスとかホームランとかと同じ時空把握能力が満たされる瞬間というか、描ききれた瞬間、それがね楽しくて、だから男性が好きなんだと思う。男性はやっぱハンティングみたいな追うのが好きなんだよね多分ね。だからセンス、まああるんだよ、みんなあるはずなの、全員あるから大丈夫って感じでね。発揮したらいいんだこう。うん、もちろん掛け算だと思う、センスの基礎的な素養と訓練で。だからどんなにセンスあっても鍛えない人よりはちょっとしかないけど鍛えた人の方が強いのも、あらゆるスポーツとか釣りでもそうだけどね、たくさんその逆転事例はあるわけで。だけどセンスある人が本気で訓練した人たちがサッカーだったりプロ野球とかさ、いわゆるなんかこう裾野の広いスポーツの頂点にいる人たちは、その才能かける努力の掛け算がもう常人の域じゃないからあんなすごいゲートができるわけで。しかもねサッカーはホームランはその人が打っちゃえば終わりだけど、サッカーはさ数人でやるスポーツじゃん。でその誰かが起点でパス打った瞬間に、あそこのフィールドにいるその才能かける努力がすごい人たちはもうゴールまでが絵にあるんだよね多分俺が思うに。でもほとんどの人は何が起きるかがわからないわけじゃない。だけどそれがこう実現していくのがすごいっていうさ、あれはすごい。はいっていうね、うん、はい、でということでサッカー楽しいよねって話でした。ありがとうございました。余談でした。